皆さん、こんにちるちる。いつもちるちるの動画を見てくださっている方々は少し違和感を持っているかもしれませんが、今回はいつもとは少し違うテイストの動画となっております。視聴者の皆さんはちるちるのサイトにてピーラーなすじコンテストという企画が行われていたことをご存知でしょうか。企画内容は光と闇でそれぞれお題を設け、250文字以内でいかに尊いあらすじを創作できるかというものでした。応募総数はなんと164件。応募してくださった方々、本当にありがとうございました。というわけで今回はそんな激戦区を勝ち抜き、見事大賞優秀賞に輝いた光部門の作品たちを発表しちゃいます。どのあらすじも聞いた瞬間順次に一生を得ること間違いなしなので必見です。というわけで光のあらすじ部門優秀賞作品の一つ目はこちら。白きアンジェル。あんなのでかくなったら終わり。20年前、白い天使と歌われる超美少年子役の俺を陰で笑った天才子役早瀬玲。全くその通りになったが、成長期で容姿は人並みになり、今やフリーター。ある日、子役専門事務所を開業したという早瀬が現れ、俺をスカウトした。俺がマネージャーに向いてるって。才能もセンスもない俺にできることってなんだ。自分探しの中の新人マネージャー、敏腕だけど対人スキルゼロの社長、かつてスターダムから転落した二人が裏方として返り咲く。やっぱりお前でかくなったらいい男になったな。映画ですか？まるで映画の予告。クオリティ高すぎじゃありません？いや、最後のでかくなったら終わりって言いながらいい男になったなって、世間は君を評価しなくなるかもしれないが、俺はそんな君の方が好きっていう、俺は君の本当の良さを分かっているっていうアピですか？かわいすぎじゃありません？こんなん絶対ほだされるに決まってるじゃないですか。続きが気になりますね。で、続きないんだった。では2つ目の優秀賞作品はこちら。働き盛りでバリ猫20代の俺なのに、この老け顔のせいで捨てられてばかり。今日の取引先の御曹司も俺を見て、失礼、佐藤様がお若い方と伺っていたのですが、ご担当が変更になりましたか？だってまた間違えられたよ。最悪。私が佐藤ですか？え、キュン。は？私、駅落ちが好みなんですけど、カップルになったら先立たれるのが辛すぎて辛すぎて、交際を申してるのをためらっていたんです。駅落ち顔でお若いあなた、私の理想、結婚してください。老け顔の俺がスパダリ御曹司に溺愛されるルート突入。先立たれるのが辛すぎて怖いってかわいすぎか？というか、年齢の問題が解決した瞬間、交際通り越して結婚申し込んでるじゃないですか。きっと池尾城兄さんはこれからガンガン猛アタックを受け、脅され受け属性を装備していくんだろうな。キュン。では3つ目の優秀賞作品はこちら。父のような立派な大魔師を目指すな。念願だった寮生の大魔師専門学校に進学するも、お祈りに訪れた教会でなぜか悪魔に取り憑かれてしまった。しかもこの悪魔、悪魔としての才能がなさすぎて払えない。ねえねえ、水がないからこれ使っていい？清水で水割りを作るんじゃない。悪魔らしからぬ能天気さでマイペースな悪魔カイト、生真面目だけどどこか抜けている大魔神習いなお、二人のドタバタ学園ものラブコメディ。タイマシなのに悪魔に取り憑かれてしまうナオちゃん、キュートすぎません？カイトはカイトで清水で水割りを作ろうとしてますし、悪魔なのに全然悪魔してませんね。面白すぎます。しかも取り憑かれた状態から恋愛にも発展していくってことですよね。カイトはナオトの裸見放題じゃないですか。エッチ。どんな風に話が展開していくのか妄想するのが楽しい作品ですね。では次が最後です。応募総数164作品の中で大賞に輝いた作品です。入社時、正直先輩から教わることはないです、の失礼発言に腹を立てるも、あまりの優秀さに何も言えず、大きな契約を取った祝いの席で珍しく酔いつぶれたのを仕方なく送っていくと、部屋は荒れ放題でカップ麺の山。体調管理も社会人の仕事の一つだと、得意の料理を作ってやったら見事に懐かれた。
今度の契約を取ったら先輩のコロッケが食べたいですなんて言われたら、だんだん可愛い大型犬のように覚えてくる。しかしある日後輩に、今後の目標ですと見せられた紙には、自分との交際、同居、さらには新居の理想の間取りまで書かれていて、後輩がワンコになりましたね。生意気な後輩から世話の焼けるワンコに早変わり、人に懐くような人には見えないのに胃袋をつかまれ、可愛いワンちゃんになってしまうギャップがもうたまりません。新居の間取りまで書いてしまうなんてクソデカ感情すぎませんか。このカップもう推しですわ。というわけで以上、あらすじコンテスト光ウーマンのご紹介でした。チルチルのサイトでは他にも面白い企画をたくさんやっているので、ぜひ見てみてください。ではご視聴ありがとうございました。バイチルー。